あのこの91番っていうゼッケンは初出場の時のゼッケンなんですよ。だから初心に戻って楽しくやりたいなと思います。鋼鉄の魔城、風が出てきました。ファイナルステージの頂き、今大会は初出場という風が吹き荒れているのかもしれません。15歳で初出場を果たした森本裕介23歳、高知大学大学院で情報科学コースを専攻しています。夢はエンジニア、みんなからサスケくんと呼ばれているその森本裕介。さあローリングヒルを下っていく森本裕介、サスケくん、いった。高知大学の大学院生、現在は就職活動中だという森本裕介。高知大学大学院生が行きました。さあ新エリアです。オルゴール、もちろん初体験。サスケくんどう攻める。おっと上からひたひたと攻めていく。さあそしてここは落ち着かなければならないところ、右足を伸ばした。さあ続いてがジャンプハングだ。ここまではまだ余裕の表情。さあ飛んだ。サスケくん、森本裕介、大学院生、エンジニアを目指す学生です。高知からやってまいりました。さあ1分を切ったぞ。タックルはどうだ。ゆっくり動き出した。2つ目のタックル、そして3つ目、大学院生森本裕介。さあこの後はそり立つ壁だ、サスケくん。残り時間が40秒切ってきたぞ。できれば一発でいきたいぞ。下半身の疲労はどれほど残っている。いくか、いった。一発でいきました森本裕介。さすがサスケくんです。残りが25秒。さあここでターザンロープ、着水しないように。おっと少しバランスを崩した。さあランバージャッククライム、23歳となったサスケくん、残り10秒ほどを残してガッツポーズ、そしてボタンを押した。9秒26を残してボタンを押した。9秒26を残して森本裕介、サスケくんクリアです。ここでようやく笑顔。すごい、あーきつい。この1年間はセカンドステージを本当やってきたんで、リベンジします。抜けるか。さあ残り2秒、残り1秒、あーサスケくん。さあサスケくんの運命やいかに。サードステージに進むことができるか。高知大学大学院森本裕介23歳の挑戦です。バイト先のニックネームはサスケくん、高知大学大学院の森本裕介です。さあ極限のタイムレース、サバイバルバトル、生き残っているのは3人、4人目に果たしてなれるか。サスケくん、前回大会はセカンドステージで敗退しました。しかし今大会こそ2度目のサードステージへ、8回目のサスケ。23歳にしてこれだけのキャリアを持っています。早い早い早い、さすがにサスケくん、サスケの申し子、サスケ新世代。あっと危ない、勢い余った。担っていくのはこの森本裕介、サスケくんかもしれません。さあセカンドステージの山場、バックストリーム、やや泳ぎは苦しいか。しかしこの水流になんとか打ち勝った。タイムは十分余裕がある35秒。しかしこの行く手を阻む30、40、50というゴールリフティング、最後の壁を乗り越えていった。サスケくん、よっしゃー、4人目のクリア、4人目のクリア。充実の表情、たどり着いたサードステージ、19秒41を起こした。いいよ、1年間こればっかりやってきたんで
もう今回は何としてもリベンジ しようと思ってたんで、よかったです。今日、夢を叶えて帰りたいですね。今宵も怪しく光るこのサードステージ、登場してまいりましたサスケくんです。高知大学大学院2年生森本雄介。さあ現在はメーカーのエンジニアを目指して企業の就職試験を受けております。初めてこのサスケに出たのが15歳、23歳という立派な青年になりましたサスケくん。まずはドラムホッパー、肩のこの筋張った筋肉、肩とそして三頭筋を使うドラムホッパー、サスケくん、ここは難なくクリアです。さあ目の前にはアイアンパドラーがありますが、おそらくサスケくんの目の先にあるものはもっと先の新エリア、そしてクレイジークリフハンガー、そのあたりか。初挑戦から8年ほどが経ちました。23歳森本雄介、行きました、こいだ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 、クリアしました。そしてゆっくりと着地、ここまでは難なく来たように見えます。ポールの揺れ具合を確かめる新エリアのサイドワインダー、4本のポール、これをジグザグに移動していきます。祖父がサスケが大好き、過去の出演 DVD を毎日繰り返し見ている、そんな祖父のためにも頑張りたい、23歳の森本は話しました。さあサスケくん、慎重に1本目のポールのスリットに指を入れた。さあ始まったサイドワインダーの挑戦、1本目ゆっくりと登った、そして2本目のポール目指して、どの角度から飛ぶ、左を向いた、決めたか。さあ慎重に見極めて飛び乗った、いったいった、若干ずれたがしっかりと今指をかけた、左側を見た。さあ3本目いった、危ない、よじ登る、いった、よじ登る、ヒヤッとしました。さあ4本目のポール、うなずいた、仲間のアドバイスにうなずいた。さあサスケくん、慎重に行くこの新エリア、4本目のポールいった、しっかりと抱きつきましたサスケくん。サスケくん、新エリアのサイドワインダーをクリアして、思わずほっと胸を撫で下ろしました。危なかった、さあここが勝負どころ、クレイジークリフハンガー、サスケくんの夢、あの日少年が夢見たものはまだこの先にあります。この目の前のクレイジークリフハンガー、サスケくんの一番の敵と言ってもいいのかもしれない。思わず MC の皆さんも緊張の面持ちで見つめる。さあいった、森本雄介、サスケくん、さあ大学院2年生だったサスケくん、森本、ここが勝負どころ、
勝負だからいったサスケくんクリアー、ガッツポーズ、これがサスケくんの笑顔なんです。オーケー、笑顔なんです。オーケー、いいよ。心から今この笑顔が出ました。森本裕介クリアした。クレイジークリハンガー、さあバーティカルリミット、今回このエリア前回とは若干変わっています。途中切れ目がある、その距離は30センチ。縦型のこのクリフハンガーを今どうやって攻めていくのか、頭の中でイメージした。さあ両手をかけた、さあ始まった、サスケくん VS バーティカルリミット、2枚目のバーティカルリミット、30センチあるぞ、いった。さあ体を支えて、苦しそう苦しそう、サスケくん苦しそう、左足右足パイプにかけた、いくかいくか、いった。万来の拍手、残るはパイプスライダー、ファイナルまでの距離は 5.3 メートル。夢のファイナル、すぐそこにあります。今頭の中でイメージしているものは一体何なのか。少年森本裕介が待ち焦がれていた、その舞台がもう目の先にある。前々回はここで落ちてしまった、そのサスケくんが今意を決して進み出した。さああと少しだ、初のファイナルが待っている。体を揺らすサスケくん、大学院2年生になった。さあいったー、森本裕介、サスケくんサードステージ初めてのクリア。さあいったー、5歳の挑戦から23歳になって、サスケくんが初めてサードステージをクリアした。そびえ立つファイナルステージ、大波乱のファースト、苦しみのセカンド、悲しみのサード、それらを乗り越えたどり着いた者のみが許されるファイナルステージへの挑戦権。無数の猛者たちが飲み込まれてきました。今宵このファイナルステージに残ったのはたったの一人、その名は森本裕介23歳。さあサスケの申し子と言ってもいいでしょう。おしゃれ、15歳の少年だったサスケくん、森本裕介、夢を追いかけてきたこの青年は今どんな気持ちで臨むのでしょうか。夜空を見つめる森本裕介の瞳にはどんな景色が広がっている。登っていけ森本裕介、30秒で24メートル。
隅田の森、どうだ、サスケくん、夢、あとわずかだ、さあどうだ、どうだ、10秒切ってきた、森本裕介、彼が夢見てきた、ボタンはすぐそば、5秒切った、どうだ、いけるのか、押した SASUKE 陥落、夢をつかみました、森本裕介、ありがとう、よし、出た、よし、よし、やった、夢、ありがとう、ありがとう、夢叶った、もう夢叶ったね、叶った、叶ったね、夢叶ったね、もうこれだけは叶えたかったから、ね